皆さんこんにちは。世田谷公園でおにぎりをいただくのですが、このサイズのおにぎりなのです。このおにぎり、実はオイルおにぎりというオリーブオイルのエクストラバージンオイルを使って握った、おにぎりなのです。私の地元三軒茶屋に毎週月曜日だけ、現れるというオイルおにぎりの専門店で、ゲットいたしました。初めていただきましたが、オイルがご飯となじみ、さらに具の、先ほどいただいたのはエビだったのですが、具とのハーモニーが絶妙で、実に美味しいおにぎりとなっております。で、引き続きこのサイズ感で、これは豆でございます。はい、一口でいけてしまいます。これはまた美味しい、豆が美味しい。そして、はい、目の前の噴水がスローモーションになってしまうぐらいの美味しさでございます。私が購入したのはこのサイズ感のおにぎりで、全部具が違うものが6つ入って、500円、実に、お得なセットとなっておりました。お店の人曰く、この6つで、普通のおにぎり2個半ぐらいだということです。エビと豆、いただきましたが、その他にも昆布、鮭、鶏そぼろ、そしてカレーというものがあります。これカレー、カレーが入っているのでしょうか？どういうことだ？おっと、これは意外です。ピラフのような味がします。これは美味しい。急に洋風の、おにぎりが口の中に広がり始めました。なんということでしょう。はい、目の前の噴水も、下から上から、大変なことになっております。今私の心境はこのような形でございます。実に美味しいおにぎりでございました。ここまで食べてもまだ半分、鮭、昆布、鶏そぼろを残しております。というわけで、チャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。